お疲れ様です。お前またこの間誕生日会の時なんか帰りに1時2時に嫁迎えに来いって言ったんだろう。怒られたんだろ。またいや全然怒られてないです。嘘つくな。そんな1時に前迎えに来て怒るに決まってるから。で結局なんか迎えが来んかと思って止めてくれって言って止めさせられたんだろ。お前むちゃくちゃな人んちの家庭に上がり込んでソファーで似てましたね。そう、もう喋らんじゃん。だって金曜日何来とる。会社にたまに来とる。あ、なんか保育園とか申請の書類で、申請の書類ぐらいで一人だけの奥さんにガチドキリしてあげてみようかって話になって絶対に怒らんって言うから、そのお前が言う絶対に怒らんを試したいから検証動画、検証動画、検証動画でお前が前借りしたもんでって、はい、なんて言う。なんかでもこれ前借りしたけどちょっと最近あいつひどいでって、だから10万円借りてってもう一晩で使っちゃったよみたいな。ぶち切れますよね普通なら。どうするどうする。旦那が10万借りてやばくやってる、やばくやってる、注意した方がいいぞみたいな。絶対残るっすよね。いやほらね、おかる言ってみやお前。こっちでもママかじゃ朝も送ってったでしょだろお前ここに。あ、送り迎えしとったろ、はい、で夜中の12時とかに、ね、お前迎え来てとか言ってお前タクシーちゃうぞ言って、なんか鳥職人そんなやつばっかだろ。ミッチーも近いだけどアホみたいなやつしかおらへんや。あ、こうしようか。前借りしてあいつ飲んでキャバクラ行って風俗行ってるぞそんな記憶風俗は風俗はどうなんすかね。多分来ないですね。あ、やばい、大丈夫、何歳。 お疲れ様です。それはありがとうございます。どうする、マジ大丈夫。なんかビビってきちゃったよ。お前もう飲んどんな。お前ちょっと飲むって言ったんだね。お前なあ、お前今日ドッキリやるって言ったら仕事や。これもうもう飲んどんだろ。お前晩飯食ったんかも。いや、まだちょっと飲んでます。そう、もう一杯じゃねえだろ。一杯だろ。一杯っすざけんじゃねえよ。まあまあ家帰ってな、ビール飲みたいな。いや入ったらな、すぐ家も出す帰ってるで。いきなり俺来るって言ってお前ヤバくね。いや多分全然大丈夫と思うっす。いきなり社長を仕掛けてきてお前バメシの最中にお前を仕掛けてバメシバメシっすね。そう、うん、終わった、まあ、飲みながらテレビ見て、まあちょっと行ってみようかじゃあ、はい、怒らんなろうなマジ本当に。じゃあ俺がなんか来たことでももう怒るんちゃう。いや絶対怒んないです。そう、大丈夫です。バッチリです。そうでしょ。すごいなんか俺お菓子折り紙持ってこなかったな。忘れてました。お前聞かせやもん。すいません。人様の社員のお前嫁に会うな。お前菓子折りもねえのにカメラ回しててめえの旦那金使ったんぞって言ったらまあ俺お前社長失格やん。そういうことはまあ一回現金で渡すか。喜ぶかもしれない。喜ぶか。そうしましょう。お前が入ってて、俺も静かに黙って入ってるか。そう。いきなり感動の強く入ってたら怒らん。いやない。絶対怒らん。行ってみようか。行ってみようか。はい。行ってみよう。こんばんはって言ったほうが。いただいて。普通だね。こんばんは。はじめまして。いきなり来ちゃったけどいいですか。はい、こんにちは、はじめまして。何こいつ、何こいつらじゃない何こいつ。入っていいの。あ、全然いい。入っていいですか。あ、どうぞ。いいよ。奥さんも優しいな。ちょっと何ですかみたいな感じで、ちょっとカメラ待ってますけどいいですか。ああ。いや、奥さんにちょっと会いたいから。こんにちは、お邪魔します。ちょっと実はちょっと伝えたいことがあるんですよ。ちょっと健太郎の件でちょっと伝えたいことがあるんですよ。何か言われてたんですか。まあちょっと、まあ、かな、ちょっとそうやって話したいです、家族さんと。いいですか、今後に関わることなんで。怖いね。いや、ご飯中ですか、すいません。はい、いいですか。はい、どうぞ。そっちいいかな。
なんか一口上がってきてズケズケとしてある。皆さんこんばんは。こんばんは。何君って言うんですか。何君って言うんですか。お名前恥ずかしいで言えないですか。言うよ。野村マラトです。うーん、下は何歳ですか。うは1歳8ヶ月。1歳8ヶ月だ。実は、はい、あれこの間、日曜日あの寺道の誕生日会行ってます。あ、はい、送ってきました。それで、はい、もう俺も先かじったんですよ。たまたまちょっと聞いたんですけど、なんか帰りに、俺も11時ぐらい帰ったんですけど、帰り遅かったですよね。多分2時、3時くらいに連絡が1回入って結局迎えに来いとか言ったんですよね。結局朝、被害に帰ってなんだったんですか。なんかこいつも全然覚えてないんですけど、迎えに来いっていきなり電話かけて、電話がかかってきて、うん、なんか途中まで送ってもらうから、うん、迎えに来てって言われて、うん、でいいよってたんだろう。その途中までじゃなくて最後まで送ってもらえないのって言ったら、うん、もういいわって切れて、そこからもういいわってお前がいいわそれは大丈夫って、お前も間違ってない、うん、で電話を切れて、それからもう朝まで繋がらなくて、うん、はい、飲みに行くとそんな感じだね、いつも。それでなんか噂だとその後に、なんか高級キャバクラがなんか行って、なんか5万円ぐらい使って、そうです。え、誰のお金ですか。なんか借りたらしいですよ。で、返さないのかな。またまたまた使っちゃったのかな。勝手に借金して返さなかんって給料日に、うん、ね、あ、給料何万も持ってきてみたいな。ひどい時いくらだったっけ。わかりません。ひどい時1ヶ月で小遣いとは別で8万とか使ってた、うん、月小遣いは1日1000円だよね。人生なんで、人生なんか多い方でしょ、まあ、サラリーマンの稼いで、ね、1ヶ月で3万なんで。そうだよね。普通の特進でも8万ってやばくない。やばいっす。いや5万もやばい。どういうこと。怒んないですもん。いや、もう普段はブチ入れてます。普段はブチ入れてる。いや、私実は嘘なんですけど、いや、うちの嫁は絶対怒らんとか言って。いつもだったらもう、あの、足蹴りです。足蹴り、もう怒られとるやんけ。会社では、いや、僕は絶対怒られませんって、奥さんからとか言って。嘘ばっか。じゃあ、どっか遊びに行くじゃないですかよ。お前、帰りゃ怒られるでって言って、僕怒られないんで。遊びに行くには怒んないですけど。金使ってくるなんて。独身じゃないんだからね。独身と一緒に遊んどるもんな。っていうか、お前が誘っとるでしょ。はい。もう一軒。それは聞いてないですね。もう一軒行きましょうよ、けんちゃん。それは聞いてないですね。言いますね。言いますね。動画に全部届いてあげるわ、こんなの。うちの YouTube 見たことありますか。ある。今度出るよ。出ていい。よしじゃあせーので大輝くん、リコちゃん見てねってやろうか。でこれまた一緒に見れるじゃん。じゃあいくよ、せーの、大輝くん、リコちゃん見てる。おー、いいね、この動画になるぞ。恥ずかしいもんな。3人で暮らし始めたくらいの最初の1年か1年半くらいは、うん、1週間で滞在時間マジで十何時間とかくらい。何やっとったの。女だった。いや、ショーと遊んでました。ショー、あ、その時ショーおったか。おった。パパ大好き。パパ好きだね。結構好きなんだけどね。優しいもんね、基本はね。そう、あの、金遣いと嘘つくとこくらいですね。嘘つく、何嘘つく、まあ、そういうこと全部。あ、まあでも嘘は全部嘘だと思って過ごしてます。いや、面白いね。おじさんも学校好きだったよ。今格闘技が楽しみ。え、格闘技やってんの。すごいじゃん。総合格闘技なの。マジ。あ、ほんと。どこでやったの。そこで。豊
それこそあの荒子の駅の方あ、ちあ、あるねあそこまで行っとんのそこまで送迎してあ、マジ偉いね、奥さんがまた仕事も趣味と酒飲みシングルマザーシングルマザーここは何同居人よく長男って言われますね長男、長男もうそろそろ次男になるかも、ね、もうそろそろ次男ねでもお父さんかっこいいよ、仕事やってる時からね、すごいかっこいいよ YouTube 見た見たことあるねお父さん仕事してる時はかっこいいからねパパが映ってる YouTube 見た仕事してるとこはね、最近あんまり映らんもんなそうですね仕事してる時はね、全然別人だよ仕事以外はダメな人それよりもあの飲み潰れた時はもう家に帰さないでいただきたい家に帰さないでなんでそのままのドバとかで寝かして仕事にそのまま行ってます俺あんまりいないもん基本は俺が行く時は帰るもんなみんなそれ基本帰りますよみんな、うん、帰るもんな全然の、ね、市販はしょう市販しょうでしょあ、置いてしょうだいたいそこと飲んでる時が一番そう乱れて帰ってくるそうか幸せ幸せなんだなこれは100両もお金稼いできてくれればよしになっちゃいましたもういいよってチャンネル登録いいねよろしくお願いしますこれからレギュラーになりますよろしくお願いしますまた見てねオッケーありがとうありがとうございます YouTube になるよまた出てくれる僕 YouTuber YouTuber になっちゃった嬉しくて YouTube やってるパワーをこうおー何これパワー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 パワ